ございます。いやもう朝からまた怒られたお風呂にもうんと来ちゃければもう俺の文句もう幸せなんだろうな、あの朝5時から掃除機かけてうるせえ、あー来た来たね、えアンジェラにもお前ぶち切れられたことがあるんだ、朝掃除機かけて。だってもう猫がぐちゃぐちゃしてもうどうにもなんねんの、朝5時に起きてって思うよね、普通5時まで待ってたんだから3時から。そしたらもう5時まで待ってたのにもう部屋の中がぐちゃぐちゃなわけですよ、朝起きたらもう。汚れちゃうんだよな、朝起きちゃう。よいしょ。ああ今日最高だなこれ、天気も。朝から怒られちったけど。何ビビってんの、未来君。出ねえんじゃねえ、出ねえんじゃねえかよ、形だけじゃねえかよ。お、塚本社長来たな。お参り来てんのかな、最高っすね、どうも。おはようございます、いってらっしゃいませ、良い一日を。おはようございます、いってらっしゃいませ、良い一日を。あ、笑顔最高。学生 YouTuber が消費税をぶっ潰す。おはようございます、いらっしゃいませ。おい未来君危ない、未来君おいで。おはようございます、いってらっしゃいませ、良い一日を。明るく元気に気持ちよく。しゃ、
あ、おはようございます。未来君、未来君逃げろ、未来君、未来君ビビっちゃった、ビビっちゃった、すぐ脅かされちゃうから。これかわいいな、これかわいいっすね、かわいいな、これちっちゃくてすごいかわいい、かわいいですね。イチョウの木がめっちゃかわいいっすね。なあ、イチョウの木でもバカでかいのしか見たことないんで、こんなちっちゃいの見るとめっちゃかわいいっすね。鹿島さんはこういうちっちゃい木がねあるんでね、かわいいんですよ。未来の大木ですね、俺と一緒だ。トマいくつだって言われて50です。いや、55、まあ、いや、運転手で、まあ、裏回って、あ、はい、裏ですね、すいません。おはようございます。はい、たまえ、清め、たまえ、守り、たまえ、幸へ、たまえ。はい、たまえ、清め、たまえ、守り、たまえ、幸へ、たまえ。昭和40年4月4日生まれ、聞いてる雨の皆神様、お助けいただきましてありがとうございます。感謝いたします。よいしょ。お、みんな行くな、中学生。大勢行くな。TX ができて、新興住宅街だな、これ、この辺は。少子化なんて本当ですかっていうぐらい子供だらけです、この辺は。おはようございます、いってらっしゃいませ、良い一日を、明るく元気に気持ちよく。あの後ろ姿がいいですね、自転車で消えていく、坂に消えていくあの姿が青春ですね。おはようございます、いってらっしゃいませ、良い一日を。おはようございます、いってらっしゃいませ。あの、いいですね、あの彼方に消えていく姿が、あの下がね、ずっとね、あの下にね、ま、街並みがね、街並みって言ってもね、あのすごい景色がいいんですよ、ここから景色がすごい。ごめんごめんな、朝日も最高、もう本当に最高なんですこの辺。俺って最高のとこに住んでるんだぜ。なあ未来君、最高でしょ未来くん、よかったな、人生最高で、この景色が最高なんですよ、高台なんですよ、うちは。殿様みてえだな、高台で。うん、下々のものよ、なんつってな、怒られちゃうからな、怒られちゃう、行こう行こう、怒られちゃう、行こう、聞かれたらやべえが、 YouTube で発信してんだろ、票入んなくなっちゃうから、だから言ってた。4年後トップ当選目指して頑張りましょう。
俺が出ない場合は娘にやらせますから。落選 YouTuber が消費税をぶっ潰す。社会活動は絶対続けていくんで、世の中良くするために YouTube やってるんで、なあ未来くん、世の中明るくしようぜ。嫌な野郎が多いからな。嘘つきと嫌な野郎が多いから。陰口言ってんのが当たり前だろっていう世の中だからな。いや俺違うと思うんだけどな。その感覚の人とは一緒にいれないな僕は。うん、気持ち悪い。普段仲いいふりして陰口やって、気持ち悪いね。え、褒め合った方がいいな。いないとこで、いないとこでは人のいいとこ言う。そうすると人の口から自分のいい話が聞けるわけですよ。誰々さん言ってたよって、そうするとその人の株が上がるわけね。え、だから陰では人のいいところを言う、人の褒めると、自然にそれがいい上司なんでね。人をうまく使う人っていうのは、上司ってわざと誰々君がね、すごいあれだよとか言って、その人の耳に入るようにね、言いそうな人のことを言うんですよ、褒めるんですよ、ね、でそれ人を使うのうまい人ってのはそうやってやるんですよね、経営者なんか。俺なんかよくそう言うて使ったんですけどね、ガレージの時はね、はい。怒ってばかりじゃ人はついてこないからね。そう、心理だからね、人はね、ついてくるかどうか。もう好きな人にはついてくるんで、やっぱり経営者ってのはね、部下に好きになられる、尊敬される、愛される。いや本当に、いやこいつすげえなって、勉強してんな、深いな、そう思われなかったら人はついてきませんということなんで、じゃあ今日も勉強勉強また勉強、毎日勉強ありのみでございまんます。成長って楽しいな。まだ袋俺のこと怒ってるよな。ああよいしょ、おはよう。成長しようぜ、成長しようぜ未来くん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 、未来くん、未来くん、成長しようぜ未来くん、未来くん、未来くん。硬いの食べれるようになっただけで成長だよね。ここ来た時硬いの食べれなかったんだもんね、かわいそうに。警察ではね、硬いのしかもらえないから全然ご飯食べないんですって、うち来たら柔らかいもの食べてね、口の中血だらけだった、相当虐待されてました。うい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 、かわいそうにね。もう幸せだもんね今ね、幸せだもんね、幸せな人、はいはい、幸せな人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 。未来くん幸せな人、もう安心感でも全然違いますよ、もう安心感がうち来ちゃってね、ね、引っ越しちゃって、引っ越しちゃって、ゴリゴリ食っちゃって、ほんでまた和山さんにもらった美味しいものたくさんある、あのビーフジャーキー好きみたいなんで、ビーフジャーキーやっぱり、はい、和山さん、あのジャーキーのタイプあったじゃないですか、こう俺らが食べるジャーキーみたいなやつ、あれ好きみたいですね、やっぱり俺らが食ってもうめえすもんね、ジャーキーは。なんか、まあ、そんな感じでありがとうございます。今日一日怒らず恐れず悲しまず、もういきなり怒られちゃったけど、お袋に、まあ、そんな感じです。